ビフォーエンジンスタート、プリフライトチェックです。パワーレバーアイドル、パーキングブレーキセット、オルタネテートクローズ、ギアエクステンションハンドル、ピッション、ギアセレクターダウン、アビオニクスマスターオフ、エレクトリックマスターオフ、エンジンマスタースイッチオフ、ピトーヒートオフ、オルタネートスタティックオフ、オルタネーターオン、ECU スワップオートオン、オールライトスイッチオフ、エマージェンシースイッチオフ、ポジション ELT、アームドイッチ、サーキットブレーカーオールチェックイン、フラップセレクターアップ、エンジンスタートを始めますので、プロペラー周りのクリアを確認します。プロペラーではクリア、エクスターのパワーはとりあえず使いません。エレクトリックマスタースイッチオン、ラダーペダルアジャスト OK、 ライトコントロールチェック、トリムテスト、ギアオン、ファイヤーディテクターチェック、フラップランディングポジション、バリアブルエレベーターバックアップチェック、ノーマル、フラップアップ、パセンジャーインストラクション、シートベルト OK、 リアドアチェック OK、 モントキャノピーナンバーワンロックですね、プライマリーフライトディレクター、マルチフライトディレクターチェック、フルコンティティフルコンティティチェックですね、フルですね、フルテンプレッチャー17度、17度、エンジンシステムチェック、